AE86 versus EK9 GO!見た目は綺麗だが路面はひどいもんだな。アスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる。かなりパワーは出てるようだが、86の古いサスペンションでどこまで踏んでいけるかな。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。そんなに長くは付き合えないぜ。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。この橋を渡ると上りだ。車のパワーが足りなければついていけない。頼むぜ86。離されずに食いついてくるが、ちょっとした珍事だぜ。ストレートの速い FD に対応して、このコースでトップスピードが出るポイントにギア比を合わせたことがここに来て裏目に出ていました。ヒルクライムの低速コーナーにギア比が合っていない。ダウンヒルでは目立たなかったが、ヒルクライムではよくわかる。後ろの86の方がギアのつながりがいい。だがそんなことよりも、この86は抜かれてから確実に集中力を増してきている。このままじゃ絶対にスペースを空けてもらえない。どうする？なければいいんだ。やってみるしかない。今だ。いない。86がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのかそこに。なんだと。やられたぜ。一度抜いた車に峠で抜き返されたのは俺が初めてだぜ。だがこっからは遠慮しねえぜ。スネークヘアピンの4つ目で行く。見せてやるよ。箱のレースではこんなパッシングもあるってことをな。スピンさせるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。ゴールはもう近いんだ。またそれかよ。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。だがこの最終セクションにはもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。
諦めないぞ。隙があれば絶対行く。